ございます。1週間空きましたが、2週間前にですね、破産問題ということで、典型的な確率仮定ランダムウォークから派生する典型的な確率仮定を紹介しました。でどういうものであったかというと、ランダムウォークするわけですね。ある、初期点 x0 から出発して、上昇する確率が p であるで、下降する確率が q であるというようなランダムウォークをする。ただランダムウォークをするだけであれば、以前に示した通り、その広がりっぱなし、ずっと広がっていくわけですね。でどこに行くか分からないとなるわけですが、今境界があるわけです。0より下は行かない、で m より上は行かない、で0に到達すると止まる、そこで終わると、持ち金がなくなったという、そういう理解をするわけですね。そういう解釈をするわけです。で一番上の M に到達すれば、それは相手が破産したという意味で、破産問題というような名前をつけているわけですが、で今日問38というものを簡単に最初紹介することによって、具体的にどういう問題であるかというのを紹介したいと思います。で問38は M、 これが3として言います。3だから0、1、2、3と、言ってみれば4つの、点しか取らないわけですね。この xn というのは xn は0、1、2、3の、4つの点しか取りえません。でその時刻 n において xn が1にいる確率を πn1 なんて書いてるわけです。でそういうものを並べた、これ確率ベクトルで、この確率ベクトルの時間変化を追っていこうということをしたいわけです。で当然これはとにかく時刻 n における確率分布そのものになっています。0にいる確率、1にいる確率、2、3にいる確率というふうにして、確率分布そのものを表しています。で確率分布が時間変化していくというふうに行っているわけです。で特にこの問38においては、時刻0において x0、 これはちょっと本当はここに書けばいいですが、2にいるとする、0にはいない、1にはいない、で2から出発してどうなるかというのを見ていくわけです。でそれに対して遷移方程式というのは、前回導出しました。つまりの境界条件、この辺この付近におけるその、πn という確率ベクトルの遷移速というのを今我々持っているわけです。であるのでそれをこう書き下すと、こうなっています。πn というのは、前回の時刻の確率分布、分布が次の分布になるその規則というのは、こういう行列をかけることによって得られますよと。でこれ t と書いていました。遷移行列というものです。でこの前回の時刻の、過去の時刻の分布に何か行列をかけると次の時刻の分布が出てくるというふうになってくるので、基本的にこれは行列の解析に用いるわけです。でもちろんその t の、こういう位置などなど求めていいわけですが、ちょっと実際はやると結構複雑な式が出てきてしまったりするので、そこでは一つ簡単な計算によって、類推してみようと、その πn がどういう変化をするかというのを類推してみようということで理解していきたいと思います。まず出発点、ここ、これ π0 ですね。でもうこれどんどんかけていくわけです。0100をこの行列を0100にかけると当然 p0900 なわけです。分かりますよね。上昇する確率が p、 下降する確率が q なので、確かにこうなってるわけですね。でこれが π1 で π2π3 と、いうふうにしてどんどん πn というふうにしてこう計算を続けていけるわけです。もちろん一般項をちゃんと出してもいいんですが、これを繰り返してですね、何かこうある規則性があると思って、πn の形を類推します。で、π7 まで書いてみます。π7 まで計算するとですね、こんなふうになります。で何かもういかにも規則性が見える、わけですね。でなので本来であれば
今我々はこういうあの一般的な規則を持っているので、でこれより何が悪かというと、この πn というのは結局の行列 の, この n 乗計算をすれば本来は求めるはずなんですが、あのここから類推することにします。まあ、これはノリーマークです。あのこういうことが背景にあるわけですが、類推します。でこの形いかにもあのいわゆる逃避級数に見えるわけですね。で、今欲しいのはあの時間が無限大だったときにあれがどうなっていくかです。で当然の P と Q はあの1未満です。1未満なので、この3乗する4乗するっていう方がどん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 入ってくるので、この今2番目3番目にいる確率、ここもほぼ0に行くと予想されます。実際あの今の場合その0あるいは3、あの 下の壁ですね、下の壁あるいは上の壁に到達するとそれは吸収されてしまうので、その、まあ、1か2、1か2の間をふら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 ついているこの確率ってどんどん小さくなっていくはずです。なの であの時間を無限大まで飛ばしていけば、この π 無限大という無限大の時刻におけるその確率分布というものは次のものと類推されます。どういうものであるかというと、まあ、あのこう見えるわけですね。p かけるこの pq の逃避級数で q 事象かける pq の逃避級数というような形になると考えられます。まあ、類推に過ぎないんですが、でこれをそのいわゆる逃避級数の公式というものを使って書いてみるとですね、まあ、あのこんな風にして、その無限大における二国無限大におけるその分布というものが得られます。 1-p 級分の p で、まあ、勝利で 1-p 級分の q 事象で、まあ、あの破産ですね、というふうにして分かるわけです。で、あの何が欲しかったかというと、結局我々最初に、まあ、紹介した通り、時間がどんどんどん経っていった時にその分布がどうなるかというその定常分布に興味があって、しかも定常分布というのは一般には非常に有益です。例えば熱力学なんて、あれ定常分布における議論です。あれは粒子たちがわーっといっぱいあってですね、でその粒子たちがおのおのある一定のところに落ち着いてもう大体同じような振る舞いをするようになってくるっていうような状態における、その定常状態におけるその力学、まあ、それが熱力学ですね。で、まあ、そういう例を持ち出すまでもなく、あの一般にこう定常分布最終的にどうなるんですかというその分布に非常にこう強い意味があって、今それが求まったというわけです。定常分布が求まりました。で定常分布が求まれば、今この破産問題というあの枠組みにおいては最終的に我々があの勝利できる、あの破産しなくて、まあ儲かるその確率は何ですかというのは計算できるわけですね。でこうであったわけです。で特にあの今あの初期時刻2と設定しちゃってますが、じゃ あ, あの勝利する確率、勝利するには9割以上の確率でこのここの上の部分に到達するには、この P という確率はどういうものであればいいかなんていう、そういうあの計算ができるわけですね。あのまあ2とか3とかっていうのはちょっと一般的にあの非常に陳腐ですが、なんかあのたくさんこう投資してですね、最終的にある程度こうたくさんの銘柄があって、それぞれある確率でこう好調不調というのが捉えられているとすると、でそうした時にどの銘柄にいくらぐらいの投資をすれば最終的に9割方儲かるのかみたいな、そういう確率の計算が非常に重要になってくるわけです。で今の場合はここに上に到達する確率が9割以上のとなるための P の条件は何か、ちょっと計算してみたいと思います。であの興味のある疑問はですね、実際この無限大に時刻無限大において、最終的に上の、壁、つまりこの勝利するそのゲームに勝利する確率が、まあ、こういうことに興味があるわけですね。興味ある疑問というのは、最終的に勝利する確率が9割以上となるためには、その投資している銘柄がどのぐらいの確率で好調である必要があるのか、なんていうことを計算してみたのというと、もうすぐできます。すぐできるんですが、でこれを今具体的にあれ 1-p 級分の p
で、これを計算すればいいわけですね。で、なるためにはもう今初期2から出発するって分かってるわけですが、本来であればそのどのぐらいのこのここが 0.9 になるためにいくらどこから出発すればいいかなんていうのも非常に重要なんですが、今ちょっとここではもう2にセットしちゃってます。で、これを解くとですね、これ二次不等式ですね、二次不等式で解きますと、だいたい 0.72 なんて出てきます。0.72% ぐらいの確率で上昇するであれば、最終的にこのゲームにおいて勝利する確率が9割以上であるというような計算が出てできます。で、実際これは直感に合ってるわけですね。というのはこれ P が 0.7 であるとすると Q は 0.3 ですよね。 P たす Q は1です。なので直感通りであるっていう理由は、今こういうふうにして1,2,3 と、4つの点を動くわけですが、ここから出発してこう下がるとこうなる確率が、今これは、例えば P が 0.72 以上と言われているわけですが、とりあえず P が 0.7 と、してみる。で、すると Q は 0.3 なわけですが、この Q が 0.3 ってことは2から1に下がってさらに0に下がって、でもう破産すると、おしまいというこういう確率、つまり、X1 ですね、時刻1においてに下がりました。で、時刻2において0に行って負けましたと。で、そういう確率を計算すると、これ単に、9で下がって9で下がってなので、これ9次乗、これ同時分布ですね。こういう同時分布は1回下がってもう1回下がる9次乗イコール、0.09 で、だいたい 10% なんで、この時実際の1回下がって2回下がって負けてしまうというのが 1割ぐらいの可能性で起こると言ってるので、裏を返せば9割方勝てると言ってるわけですね。で、もちろんこういうのもあるわけです。下がる上がる下がる上がる下がる上がる、で最後もう頑張ってたんだけど最後負けたみたいな、そういうのもいろいろ加え合わせて実際 0.72 とかっていうこういう微妙なあたが出てくるわけですが、直感に従えば大体7割方上昇するという銘柄であれば、9割方勝てるというのは理解に合うと思います。なので、こういう細かいね、こういう細かい運動まで、ちゃんと考慮すると、ああいう確率過程の、遷移行列なり遷移ベクトルなり確率ベクトルの遷移速なりを、解析する必要があるということです。いずれにしろこれでランダムウォークの話は終わりますが、大事なのは定常分布なりね、そういうものを解析するツールというか、そのアイデアというものを紹介したかったというのが主要目的です。で、定常分布が非常に重要な有益な情報を含んでいるということを理解できてもらえればと思います。で、あとですね、一般にこういう分布、ほとんど我々今まで見たことのない分布ですよね。今まで我々は正規分布なりベルヌ分布なり二項分布なり指数分布分布なり、なんか大体の正体が分かっているような分布だけ扱ってきたわけですが、実際こうやって答えが出てくるわけですが、ほとんどよく分かんない分布が出てきます。で、世の中にルーしているの見られる分布っていうのは、一般に何とか分布っていう名前が付いているものではありません。で、しかもそれはこのように解析的に解けるという場合もレアです、稀です。なので、分布というのが一般には求まらないものだと、そういうことも認識してもらえればと思います。で、ただ分布が分からなくてもね、こうやって固定式があればローカルな情報があればそれを解析するということによって分布が分からなくても何とかなるという場合が非常に多いです。経済の分布なんて分かるわけないですよね、普通に考えて。で、そういうようなこともこのセクションで学んでもらえたらと。で、次セクション5難に入るんですが、今度はガウス過程というものを紹介していきます。で、これも確率過程の2番目の例ということで、結局やることというか、その
モチベーションはさっきのランダムウォークの場合と変わらないんですが、また開発過程というのは全く別の確率過程を扱うことによって理解できるというか得るツールというのがありますので、それを追って紹介していきたいと思います。でこれは次のような確率過程です。でですね、これまさに授業の1回目で紹介したやつですね。でなんかこの xn イコール axn-1 なんていうその数列があって、でその数列に毎回毎回なんかノイズが加わっていた時どういう振る舞いをするかなんていうものが最初そういうことをやりたいということをモチベーションとして一番最初の授業で提示しましたが、今我々そこに到達したわけですね。でいくつか仮定を置きます。でまず出発点x0、 数直線上をちょこちょこ動くわけですが、x0 はどこにいるか不明とします。しかし全く不明っていうんじゃ捉えようがないので、丸分布に従って丸確率分布に従って分布しているというふうにします。ある程度この辺にいるだろうという当てがつけられるというそういうところまで指定しておきます。でそれはいかなる分布であるかというと、正規分布に従って分布しているとします。でそれは正規分布、平均が μ0、分散が σ0 事象の正規分布。もうちょっと記号を以前に紹介したかもしれませんが、もう一度書いておきますと、平均が μ0、分散が σ0 事象の正規分布。の記号をこの、正規分布ってノーマルディストリビューションって言うんですね。でその N をなんかちょっとこうカラーグラフィックに書いておきました。N の μ0 σ0 事象と書いたら、それは平均 μ0 分散 σ0 事象の正規分布で、以前に何回か見たことがある通りこういうものです。その中央点というかその一番この極大点ですね、極大点が μ0 で、でここ大体の広がり、これが σ0 です。標準偏差ですね、σ0 事象の、ルート、分散のルートが標準偏差だったわけですが、それがシグマゼロと、そういうような分に分布しているとします。つまり X0 っていうのはだいたいこの辺にこのミューゼロ付近にいるわけですね。こうやってであまりミューゼロが離れたところにはあまりいませんと、ミューゼロ付近に X0 がいますという、そういう仮定です。これはで2番目の仮定はですね、なので X0 は最初の仮定、これはまあある程度リーズナブルな仮定であると思われます。大体この辺にいるでしょうという、その分布が正規分布しているというのはリーズナブルであると思われます。で2番目は、で毎回時刻 N において時刻 N-1 から N にステップ次の時刻に移行するにあたって何かノイズが入ってくるわけですが、それは全て独立とします。これランダムウォークの場合と同じです。毎回過去の履歴を引きずっていないノイズが入ってきます。これノイズって書いてみましょうか。ノイズです。ノイズ W1、W2、W3 というその、外乱たちは全て独立 でしかもでそれらはさらに全て、この標準偏差じゃなくて平均0、分散1の、正規分布に従うとします。これも正規分布なんですね。つまりそれも全て正規分布であると。なのでこれはつまりノイズに B 倍しているので、毎回平均0分散、B ですね、標準偏差 B のノイズが入ってくるというモデルです。でこれ当然 IID なわけです。以前紹介しました、独立で、で全て同一、同じ分布に従っているわけですね。たくさんの確率変数 W1、W2、W3 いっぱいいるわけですが、全て独立で同じ分布に従っている、そういう系列です。ということで IID 系列であると、これ考えてもいいですが、独立同一分布仮定、
であるというふうにしております。これ非常にまたリーズナブルな仮定であると思います。で最後3番目にでこれ簡単で X0 この初期点でこれも独立であるとします。 X0 と W1W2W3 たちつまりノイズっていうのは最初どこにいるかっていうのによらずに入ってくるっていうことです。なんか最初になんか遠くにいると大きなノイズが入ってくる、近くにいると小さいノイズが入ってくるなんてことはなくて、まあ、最初どこにいるかによらずに全く無関係にノイズが入ってくるというような仮定を置いておきます。でこの3つの仮定を置いてガウス仮定あれを、解析していきたいわけです。で最初にこの提示したこの第1回目にね提示したわけですが、今我々例えば、独立とかでこの正規分布とか、まあ、IID って余計おまけですけども、ね、こういうふうにして平均とか分散もそうですね、いろんなこう用語を既に分かってるわけですね。で今第9回目ですが、9回目に至ってこういう用語を既に分かってるので、まあ、あれが解析できる段階に来てるというわけです。いくつか、リマークしておく正規分布、注意なんか正規分布とガウス分布ってなんか入り乱れてますが、これ同じことです。ガウス分布というのと正規分布とは同じことです、呼ぶこともあると一応書いておきました。で2番目で XN イコール今ラージ XN と書いてますが、これ本当はランダムウォークのところでリマークするべきだったんですが、本来は方程式は本来、こう書くべき量です。このオメガというのがなんか根源事象だっていうのはもう最近使ってませんでしたが、実はこういうのが背景にあります。あるサイコロを1回投げたその思考に相当するものですね、根源事象。でこれ確率分布の場合はいかなる意味を持っているかというと、なんか1回サイコロを投げると1本のパスが決まるっていう、そういうことに相当しています。どういうことかというと、で、その実現値確率変数っていうのは根源事象に対する根源事象からある数値への写像であるというようなことを、なんか2回目か3回目かで言ったと思いますが、でその数値というのが実現値ですね。確率変数があって何かある事象が起こりました、でその値がこうでありますみたいな、そのこっちこれが実現値です。でその実現値っていうのをスモール xn なんで書くとこうなるわけですね。なんで本来我々こう書くべきなのかもしれません、まあ、ですが今ここではほとんど同一視して上のラージ xn に関する全化式の形で書いてますが、うるさいことを言うと本当はこういうのが背景にあるということです。で一つの根源事象というのはパスに相当して1個決めるとなんか1個決まります。2個決める、でこれがオメガ1に相当します。でもう1個決める、またこのバランスがわけですが、でこれオメガ2です、なんていうようにして、こういろんなパスがもちろん思考を繰り返せばたくさんいろんなパスが出てくるわけですが、そういうのがにおのおのこのオメガ1とかオメガ2とかオメガ3っていうそういう名前がついているっていう、パスについている名前が根源事象です。まあこれ単なるリマークです。であとこういうもん口頭で言いますが、注意3番目の注意っていうのはこれランダムウォークの場合は0,1,2,3,4 みたいな離散的な点一応書きますと、ランダムウォークこういう数直線上なんか離散的な点しか取らなかったわけですね、まあ数直線上の数直線上の離散値を取るわけです。0,1,2,3っていう、離散値を取ったわけですが、しかし、ガウス仮定の場合は、連続値を取ると、もう別にもう明らかなので別に書かなくても構いませんが、数直線上のどこにでも見つけうるってことです。
でそもそも連続的な分布で連続密度関数で分布するわけですよね。だからそもそも X0 がどこにいるか分かんないっていうのも含めて連続値を取るわけです。なのでガウス仮定というのは連続値の確率仮定です。でランダムウォークは離散値の確率仮定です。でただこれはそこからすぐ予想つくのは連続値を取る以上は例えばこういう方程式が出てこないだろうってことは予想つきますよね。あれはあくまで πn っていうその離散値を取るその どこで見つかるかっていうその分布と並べたベクトルなので、これ無限次元ベクトルかもしれませんが、いずれにしろちゃんと値が指定できるそういうベクトルです。で t は強烈で、特に境界条件を入れれば有限次元のベクトルから有限次元のベクトルへのそういう線形写像でした。で今この πn が連続に分布するってことはこれが関数に化けるわけですね。もう0、1、2、3で見つける確率なんて言えないわけです。 0.01 にいるかもしれないし 0.00003 にいるかもしれないし、もう全然わかんないので、こう書けないこう書けないっていうことが予想つけます。こうは書けませんと。なんで行列解析は通用しないですね、このガウス仮定の場合は。それは大きな、状況では違いであるわけですが、最後一番重要なのはもうすぐ一言で言えるわけですが、これガウス仮定はランダムウォークと同じようにマルコフ仮定です。マルコフです。でマルコフっていうのは非常に重要な性質であるというのはランダムウォークの場合も言ったわけですが、マルコフで、マルコフって何だったかというと時刻 n における分布というのは時刻 n-1 における分布のみに依存するというそういうものでした。その上に書いたら遷移方程式、あれもそうですね、 πn という分布は πn-1 にのみ決まって、その πn-2 とかそういうのには依存しないと言ってるわけです。で実際これはすぐ分かって、実際今このダイナミクス、方程式はこういうふうに書かれているわけですが、Wn と Wn-1 は無関係です。でここはこれは X0 もそうですね、 X0W1W2 で Wn-1 までの関数です。こう書かなくていいのかな、つまりですね、ポイントはこことここが独立だってことですね。毎回独立なノイズが入ってくるから、その xn-1 と xn で、それは xn は xn-1 だけでの分布だけで決まるっていうそういうことを表しています。これランダムウォークの際も説明しましたが、このノイズの独立性というのがマルコフ性の根本です。ノイズの独立性があるからマルコフになっているというのが一番大きなポイントです。以上4つ注意しましたが、それをもとに解析していきたいと思います。でやりたいことはですね、またランダムウォークの場合と同じです。でもう単純に分布がどうなってるんだろうってそういう疑問ですね。xn はいかなる分布に従って、どういう変化をしていくのか、でそれに興味があるわけです。でそれを簡単に表すのは、これランダムウォークの場合と同じです。xn は時刻 n においてそもそもどこにいるのか、これ分布ですね、分布が知りたい。で当然統計量、それが非常に重要だっていうのは前回まで説明した通りですが、それを端的に表すと、xn というのはその平均的には大体もうすごくランダムに、あんなふうにしてランダムにこう揺らいでいるわけですが、大体その中央値平均的には大体どの辺にいるのか、そういう平均、平均って書いてますが、その平均統計量の代表的な量ですね、平均値でこれを知りたいと。でもう一個、平均作れば当然分散なわけであって、その xn というのはどれぐらい広がるのか、どれぐらい広がって分布するのか、そういう分散あるいは標準偏差でそういうものにも興味があります。平均と分散で分布と、
で、このような3つの量が非常に重要なファクターであることはランダムウォークの場合でも紹介した通りですし、早速でも実際そういう計算をしたわけですね。分布なり平均なり分散を計算していくと、その対象に対する、まあ、ある程度振る舞いがつかめるということをランダムウォークで我々知っています。でですね、ただこの関数仮定に関してはですね、非常に大きなポイントがありまして、で仮定X0 が無正規分布であることで、ノイズも正規分布であることがゆえに、非常に XN というのは非常に大きな特徴を持っています。でそれ何かというと、問いの23ですかね、問いの20、もう今手元にないかもしれませんが、問いの23でですね、次のようなことを我々知っています。でそれをもう一回ここで書きます。でテールとして書くわけですが、で2つの、テール2で問い23というのはほとんど単変数確率分布変数のところで扱った内容ですね。で2つの変数 XY がありまして、でそれぞれが独立であると、独立でかつそれぞれなんかこういう分布にしたかとすると、でこの時ちょっとホワイトボードまたいちゃいますが、2つの変数 XY がありまして、で独立であると、独立っていうのが非常に重要な仮定ですが、独立で、でそれぞれ、正規分布、それぞれ正規分布に従う。で、X は μ1、σ1 事情に従って、Y は μ2、σ2 事情、平均分散、平均μ2、分散、σ2 事情であるような、正規分布に従うとする。で、この時、和の分布、この X プラス Y がどういう分布に従うかっていうのに、非常に重要な意味があるわけであって、それが問い23で与えられているわけですが、でこの時Z イコール X プラス Y、 和の分布というのは平均が μ1 プラス μ2、 分散が σ1 事乗プラス σ2 事乗の正規分布に従うというのが問い23です。でこれこの平均がこうなる、分散がこうなる、でこの2つはもうすぐ分かるわけです。X と Y が独立な場合は、和の平均、和の平均は平均の和です。和の平均は平均の和で、和の分散は分散の和です。なので独立な場合は単に平均を足していいし、分散も足していいしっていうんで、この2つ、このこことこれはすぐ出る、これは自明なわけですね。自明といっても独立だったらどうこうっていうその性質の元でですが、この2つはすぐ出てきます。で何が非自明かというと、それが正規だってことですね。正規分布の和は正規分布になってるわけです。正規分布の和は正規分布、これ非常に大きな意味を持っています。でこれが重要であると。でなぜ重要なのかっていうのを今書いていきます。でもダイナミクスの形を見ればすぐイメージ湧くかもしれませんが、ちょっと細かく書いていきますと、まず X1 に注目してみますと、でそれは A の X0 プラス B の W1 なわけですね。X1 時刻1におけるその変数 X1 というのは、前回の時刻、初期時刻の A 倍足す、ノイズになってるわけですが、当然正規分布を A 倍してもそれは正規分布です。これ正規分布で、これ正規だから X0 が正規分布に従って、 W1 も正規分布に従っているので、つまり X1 はこれ正規分布に従うわけですね。 X1 も正規ゆえに X1 もって書きましょうか。 X1 も正規分布に従うと、これがその問いの23であるところのこの定理で、これに寄っているわけですね。正規分布の和は正規分布である。でなのでこのノイズが正規とか X0 が正規っていうのは非常に重要な仮定だったわけですね。で同様に、もうこれも書くまでもないかもしれませんが、X1 が今正規と分かっていると、なので同じですね、正規正規と、X1 は正規、W2 も正規、
時刻1における変数は制限分に従っていて、かつまた新たに独立に加わってくるノイズ W2、 これも制限分に従って入ってきます。なので X2 これもで、これも正規というふうにして、どんどんリカーシブに XN の分布が分かってきます。つまりずっと正規分布だってことですね。つまり XN は正規分布に従っているということが分かりました。で、XN が正規分布に従うから、これガウス過程って言ってるんですね。正規過程という呼び方もしないんで、ガウス過程と言いますが、なのでこれを XN の過程、ダイナミクス、あれをガウス過程と呼んでるわけです。ガウス過程という呼び名の由来は、 XN が正規分布に従っているということです。で、それが分かると非常にさっき上に書いた基本的な性質3つクエスチョンを挙げてるわけですが、なので当然正規分布っていうのは平均と分散だけで決まる、そういう分布ですね。もう絵を消しちゃいましたけど、平均周りに分散、平均ミューゼロ周りに分散シグマゼロで、標準偏差シグマゼロで分布するということなので、平均と分散、平均と分散が分かれば分布も分かるというのは分かります。正規分布というのは平均と分散だけで指定される、特徴付けられる、そういう分布です。なので我々はこの丸2、上のクエスチョンの丸2です、丸2と丸3、この2つのクエスチョンに答えれば自動的にこの丸1、これ分かるってことですね。だから我々は最初から平均がどうなっているのか、分散がどうなっているのかっていう、その2つに注目してこの解析をしていきたいと思います。なので非常にいろんな過程がうまく組み合わさっていることに気づくと思います。平均と分散が分かれば分布が分かる。いきなり分布を求めるんではなくて、統計量から攻めていこうというのはランダムウォークの場合でもやりました。平均がどういう全化式に従うかという、つまりローカルのところから攻めていくわけですね。ローカルのところから解析を進めていく。いきなりXL の、正規分布に従って分かっているわけですが、じゃあどういう平均なのか、分散なのかというのをいきなり、求めることは難しいので、そのローカルな解析をしていきます。実はこの問い23を使うとすぐ分かったりもするんですが、今ここではランダムウォークの場合と同じようなアプローチを取ることにします。ランダムウォークの場合と同じアプローチを取る、つまり平均と分散が従う全化式を求めてみようと、こういう疑問を以前のノートにも書いてあると思います。平均と分散は局所的に、この局所っていうのはこれ時間局所ですね。つまりある時刻から次の時刻に行く、そういう時間軸におけるローカルなあるところ、ある時点に注目するわけです。ある時点に注目して、ある時点から次の時点へ行く、そのメカニズム、ダイナミクス、それがどういう問題かっていうのを、この平均と分散について解析してみる。一般にいきなりこの平均分散っていうのは分からないので、それを知るためにローカルな局所的なところから出発すると、解析を進めるというのは、これランダムウォークに限らず、ガウス過程に限らず一般的なストラテジーでやると、戦略であると。もちろんこれ以外にも平均と分散を求める方法いっぱいあるので、それは各自トライしてもらえたらと思いますが、ガウスとかランダムウォークとかっていう太刀のいい過程じゃない場合はこういうことをせざるを得ません、一般には。で、どういう局所的には、つまりそのローカルな時刻 N から時刻 N たす1までの全化式を求めたいわけなので、つまり N のローカルな局所的なダイナミクスっていうのは、つまり平均μ N 分散シグマ、シグマ N 事象って書くと事象が嫌なんで、ちょっとここではタウって書いてますが、N っていうのはシグマ N 事象のことです。で、この2つの平均と分散の全化式を求めて、つまり全化式とはローカルな変化ですよね、ローカルな全化式ダイナミクスをメカニズムを求めて、でその μn とした N を求めてみようというアプローチを取ります。ランダムウォークの場合と同じです。でですね、もちろんランダムウォークの場合は平均と分散を求めても
その平均と分散だけでは分布はまだ分からなかったんですね。一応この注意に書いておくと、この平均とか分散とか、あるいはとにかく3乗の平均とか、何かしらこのある確率、本来の確率仮定のから抽出される特徴量、特徴量が統計量っていうふうにこの分野で言われてるわけですが、その統計量が持つ情報、平均とか分散が持つ情報というのは、当たり前ですが分布が持つ情報より少ないわけです。分布が分かれば統計量が分かるけど、統計量が分かっても分布は一般には分かんないわけですね。一般にはつまり情報量としては統計量を追うっていうのは本来知りたいことを妥協、諦めてるわけですね。平均と分散だけでいいやと、もうしょうがないと。なんですね、この場合はが、しかし今の場合はこれらは一致します。上にも書いた通りです。平均と分散で正規分配指定されるので、統計量さえ追えばいいんですね。統計量さえ追えばいいっていうのは非常に重要な大きなアドバンテージです。なんで、あれを解析する意義はあるわけです。これ非常に重要なんですが、一般に平均とか分散っていうのは対象のごく一部しか見てないんですね。ただ今の場合はもうそれが全体を占めてる。で、今からそのターム N とターム N の全化式を書いていきますが、これやり方は、やったことは前回とランダムウォークの場合と全く同じです。なので今から書いていきますが、自分の今手元でやってみても全然構いません。で、やっていきますと、で今その XN がいかなるダイナミックス、ダイナミクスが分かっているので、どんどんこれを下げていって、 μn が分かる、じゃあ μn-1 は何かっていうようなところに持っていくわけですね。で、やりますとこうなります。 xn というのは a 倍の xn-1 たす b 倍の wn でした。で、確率変数が化けます。今我々は μn といえばその xn が従う分布における xn の平均だったわけですね。なんですが、今その確率変数というのを化けて xn でなくて xn-1 と wn と2つの確率変数の同時分布、これの同時分布においてこの和がいかなる値を返すかというのに興味があるわけです。で、ただ一般によく知っている通り、これは平均の、和の平均は平均の和ですね。で、これはいつもできます。これはいつもか、もう何回もこれ書いてますが、常に可能、この計算は常に可能です。和の平均は平均の和です。で、当然分布も分かれるわけですね。 xn-1 が従う分布、wn が従う分布に応じてその平均値が定まっていると。で、なのでこれも非常に簡単なわけです。まずこれ0ですね。これ wn は平均0分散、1かに従っているわけなので、これ0です。0仮定より WN というのは平均0です。で、一方これこの A というのはもう平均の場合は普通に出していいんですね。これ単位は変わりません。 A は外に出して、で、イコールというふうにしてすぐ求まります。μN というのは A 倍の μN-1、これランダムウォークの場合と全く同じであるっていうのは気づきますかね。全く同じです。で、分散の方も同じです。分散に関する、ちなみにこれ X0 も書いてますか。一応 X0 もすでに μ0 と決まってるんですね。これは μ0 と。で、分散の方も全く同じです。分散に関する全化式も全く同じ、プロセス手続きで求まりまして、で、それ書きますが、ぜひ手元でやってみてください。復習ですね。xn の分散というのは axn-1 たす bwn の分散で、で、当然変数は化けます。xn-1 wn という2つの、同時分布に従うそういう分布に化けまして、で、これが、こうなると。で、これは常にできるわけではなくて、今 xn-1 と wn が独立だからですね。xn-1 は w1 から wn-1 までの関数です。
xn-1 は w1、w2、w3、wn-1 までの関数で、で wn たちは全て独立なので、結局この xn-1 と wn は独立というのが出てきます。でこれはのランダムウォークの場合と同じです。ランダムウォークの場合でも同じ計算をしまして、またこれが従う理由というのも全く同じです。でその結果和の分布、和の分散、和の分散は分散の和になります。これはいつもはできませんが、独立だったらできるというのは我々知っています。で、一度こうなればあとは簡単で、で分散というのは事象の平均で、単位が事象なので、前に出すと当然事象がつくと。で B に関しても同じです。こうなると、前に出すと事象になります。でこれをもって我々ミュー n じゃなくてタウ n-1 と呼んでいるので、結局イコール、あえて色を変えます。 A 事乗のタウ n-1 足す B 事乗で、これ1です。これ1、これ仮定です。WN は平均0分散1の、正規分布としているので、これ WN の分散は1です。これ1、これも書かなくても別に構いませんが、WN の分散は1で、XN-1 の分散は今タウ N-1 と呼んでるので、そう書きました。 A 事乗のタウ N-1 プラス B 事乗で、このようにしてタウ N に関しても全化式が求まりました。つまり時間軸に関してローカルなメカニズムが分かったので、あとはその時間軸全体にあたって、その、その性質の把握ができそうだというわけです。つまり全化式が解ければ全て分かるわけですよね。で、すぐ解けるであろうとか、分かるわけです。実際でこれらの方程式が解けて、一応やりますか。そうです、平均はまず簡単ですね。平均はすぐこうだっていうのは分かりますよね。これ等比数列なので、前のものに a 倍すると次になるというのを繰り返していけば、一番最初の μ0 に a を n 回かければその μn になっているというのが分かります。でですね、分散の方も、高校数学の復習なんですが、一応やりますと、こういうなんかいわゆる線形の全化式の解き方っていうのはもう皆さん知ってると思いますが、一応やりますと、これタウ n から何か引くんですよね。この場合は、こんなこうレバーってますか、こんな風にできるはずですが、タウ n を引く1とタウ n を同一視して方程式解いて、それを引いて、これ何方程式というか忘れましたけど、こういう風にやるんですよね。でこうするとなってますでしょうか。なんであとは簡単で、この塊1個、時刻下げると A 事乗がついてくるので、結局A 事乗が N 回かかってくるわけですね。この一番最初のこれ、これにこの一番最初のタウ0-1引く A 事乗 分の B 事乗というものに A 事乗を N 回かければいいわけですね。合ってますでしょうか。でこのようにしてタウ0がタウ N が求まりました。ローカルな全化式を申し我々得ているわけですが、そこからたまたまラッキーなことに、この場合ラッキーなことにその全体統計量が求まりまして、で結局以上よりちょっとこれ整理しますか。整理すると、でちょっとここはもうちょっと答え見ちゃいます。で答え見るとこうなってます。整理するとタウ n はこのように書けます。いずれにしろも答えですね。答えで一応これタウ0のことです。タウ n をシグマ n 事乗なんて我々呼んでいました。で結局以上より平均と分散が分かったので、当然分布も分かっていると
つまり xn は、というふうにしてこれ丸1最初に書いた基本的な性質として知りたいと言っていた丸1 xn はどんな分布に従うんだろう、どこにいるんだろう、そういう疑問に対して完全な回答が得られて、でそれは、正規分布 μn のシグマ n 事象、平均が μn、 分散がシグマ n 事象の正規分布 でしかもその平均と分散 もう厳密に、ような形で、書かれています。でなんでこれが一つの答えですよね。答え、最初の、基本的な性質としていたものに対する答えが、分かりました。何度も言いますがこういうことができるのは非常に稀なケースであって、例えばランダムウォークの場合の破産問題を見てみたように何か変な境界条件が入ったり、あるいはそもそも何かダイナミクスが綺麗な形じゃない時はこんな綺麗な結果出てきませんが、そのレシピっていうのは同じで、何かある確率過程、複雑なダイナミクスなり何かの変な境界条件が入っているものに対しては我々まず統計量、変形なり分散なりが従うダイナミクス、時間軸のローカルなメカニズムに注目して、でそれを解いて、あるいは解くことを試みて、でそこからその対象に対する解析を進めていくってことをします。で今の場合はそれがもう完全にうまくいって、もうその完全解が得られたという状況になっています。でガウス過程の場合ですね、なんか境界条件を入れて何か解析するっていうのも面白そうだとは思うんですが、ちょっと解析が非常に複雑になってくるんで、そこではそういうのはやめて、もう定常分布というのに飛んでいきたいと思います。つまり時間無限大になった場合で分布がどうなるか、でそれを見てみようと。なのでセクションを変えてガウス過程の定常分布と、ガウス過程の定常分布でまず定常分布が存在するための条件っていうのがあってですね、まず平均がまず A の N 乗の μ0 と書いてあるので、例えば A が2とかね、2とかあったら平均がもうなんか遥か彼方に飛んできますよね。なんで平均がある程度収まる、分散がある程度の値が収まるとか、そういうものが必要です。例えば A が1ってのもダメですね。 A が1だとこれ0割になっちゃってできないと。定常分布があるため の条件が必要です。でそもそももちろん定常分布は非常に重要な情報を含んでいる、定常分布を知ることは重要ですっていうのは破産問題の場合で述べた通りです。で、その条件、定常分布が存在するための条件は平均がある値に収まって分散もある値に収まる、つまりこの2つの全化式というかその2つの量、μ のシグマ n 事象がある一定値を持つっていうことが条件です。μn とシグマ n 事象が、ある有限値を持つための条件とイコールでして、でそれは、こうです。マイナス1から1まで。でこれはまず μn がある一定値を取るためにはマイナス1から1までじゃないとダメですよね。A、さっきも言った通り A が2とかだと無限大に飛んでいくので、マイナス1から1までの、そもそも定常分布ってことはこれちょっと書き忘れましたが、これ N を無限大にした時の分布のことですよね。なので N を無限大にして μn がある一定値を取るためにはこの A の N 乗が収束する、収束するための条件と同じなので、結局 A はマイナス1から1まで、1もダメですね。1がダメっていうのはつまり分散が0割になってしまうんで、だからマイナス1から1までに取っておいて、で実際この時分散シグマ n 事象はある一定値を取ります。マイナス1から1までの間であれば分散はある一定値を取るので、安心だということが分かります。当たり前だと思うんですが、今全部口頭で言ってしまいましたが、結局多分自明だろうということで誤解してしまったわけですが、でこの時定常分布は存在します。でどんな定常分布になるかというと、単にあれで N の無限大に持っていけば、求まるわけです。で今手元で N の無限大にしてみてください。 μn と、タウ n シグマ n 事象はどんな値になるでしょうか。
まずこれはもうすぐ出ますね。ミュー N は0に行きます。平均0で、分散の方ですが、分散はこの A の 2N 乗、これも0に出ますね。 A の 2N 乗は0に行く。で、 1-A 乗分の 1- この A の 2N 乗で、これも0に行きます。マイナス1から1の間の、まあ、0.9 とかを N 乗していくと1になりますよね。そういうことからシグマ N 乗に関してもすぐ分かって、でこれは結局、こうなります。 1-A 乗分の B 乗、あの A の 2N 乗が0に行くからです。つまり定常分布は平均0分散 1-A 乗分の B 乗です。これ上に書きますの正規分布であるということが分かりました。でですね、ちょっと直感的に合うかという話ですが、まず例えば A が0.9 の場合と 0.1 の場合で何かパスを書いてみることにします。で、今この定常分布がこうだって言ってる以上は A が 0.1 の方が定常分布はのこれ分散幅これ小さいですよね。 A が 0.1 の方がこの値が小さいで、 A が 0.9 の方がこの値が大きいわけです。わかりますかね。0.9 を使用して0.81 0.、つまり分散が、だいたい 5B 乗とかですよね。分散はだいたい 1-0.8 分の B 乗、 0.2 分の B 乗、 5B 乗で、 0.1 の場合は、まあ、だいたいこれ、まあ、ほとんど無視できて B 乗ですよね。何かであってと、この 1-A 乗の B 乗がだいたいこの B 乗とか B 乗だってことに今書いてます。なんで A が 0.9 の方が分散は最終的に行き着く先の分布は広がってるってことです。で、それは直感に合いますでしょうか。 0.1 ってことは前のものの10分の1が次プラスの S っていうふうにして結構変化が大きいんですね。具体的には最初1から始まったらこんなふうにしてこう10分の1なんです。A が 0.1 ってことは XN は 0.10 分の1倍の XN-1 なんで、割と変化が大きいです。変化が大きいで、その結果この幅、この幅が B 次乗となるわけです。で、一方 0.9 ってことは前のものの 0.9 倍が次のものプラスノイズ、つまり1割ぐらいしか変化しないわけですね、前のものの。なんでこっちは変化は緩いです。なかなか動いてきません。もちろんノイズの影響で長々動いていくわけですが、変化が遅いです。なのでその分揺らぎが大きくなっているということが理解できます。なので直感になっているんですね。 A が小さい方が分散は小さいですというふうな直感になっています。でまず直感通りだということを理解した上で、もう少し時間変化も含めて何か絵を描いてみたいと思います。今日の課題の45番で、これなんかマトラボとか、あるいは IT 利用しの IT ですか、なんかそのオクターブとかのパソコンが使える人はこういうプログラム、これ本当にもう10行ぐらいの短いプログラムですよね。で、これ書くとこういう絵が描けます。で、その毎回その試行するたびにこういうパスが出てくるわけですが、その重ねてみて、重ね書きしてみると、なんかいかにも最終的な分布の広がりが理解できるので、ぜひトライしてみてください。この場合はね、解析で対象の振る舞い分かったわけですが、一般には一般のダイナミクスの場合もう全くもう手がつかないので、普通はなんで、こういうコンピュータシミュレーションで統計量というか、たくさんのパスを発生させて、まあ、大体こんなもんだろうみたいな当てをつけるわけですね。で、こういうコンピュータシミュレーションによって対象を把握するってことはよくありますので、で今絵を描きますと、ちょっとノートを大きめに描いてみてください。なんか時間今立体の絵を描きたいと思ってるんですが、なんか数直線があってですね、こうやってで時刻が変化していくと、そういう絵です。
まず N が N が0の時直径時刻で N が1,2,3,4 と、まあ、増えていって、まあ、最後無限大みたいな、まあ、そういう絵をあの時間軸とあの空間軸があのセットになっているようなそういう立体の絵を描いて、見たいと思います。で、まず最初時刻0の時にこの μ0 を中心としてμ0 を中心としてで、まあ、ある程度の高さがあってこういう分布に従ってるわけですね。これイメージ湧きますかね。で、あのその幅が σ0 であると、標準偏差で、まずあの μ の平均 の高さはちなみにあの分布です。確率分布、密度関数の分の大きさで、まず平均があの0に行く、まあ、最終的にはここに行くわけですね。で、μn がどん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 減っていくわけです。こうやってで、ここが μ1 っていうふうにしてあのどんどん平均があの0、こいつにこれがここが0です。ここ0で、ゼロに前傾していきます。ゼロに前傾、ここがあの x が0の軸です。で、これ時間軸で、あの μ1 というのの周りにこう分布するわけですね。で、こんな風にしてなんか最初ある程度尖っていて μ0 付近、まあ、大体この辺にいただろうっていうものがうわーっと変化していって、時間とともに変化していって、まあ、最終的にはなんかその平均が0ってことは分かるものの、なんかどこにいるかよく分かんないというような底辺上分布が出てきます。底辺上分布で、こんな風にしてあの、まあ、いかにも正規分布が変化していくっていうのが見て取れると思いますが、この場合はちなみにですね、分散が分布がどんどん広がっていくパターンを書いてます。シグマ0次乗、この最初の広がりが最初の広がりが非常にこう小さくてだんだんうわーっと広がっていく、そういう拡散過程、これを書いています。に対応と、に対応あのどんどん広がっていくんですね。で、それはシグマゼロ事情を小さく取っているから、まあ、広がっていくというふうに見えるわけです。なぜかというと、こう行き先、この最終的な行き先のここの大きさ、これ決まってるんですね。もうね、これは1軸 A 軸の B 軸って。だから初期あの最初にどういう最初にどこにいたか、どういう広がりを持っていたかに全くよらずに合わないわけです。最初広がってても最初狭まってても。すごくあの x0 が特定できていても特定できていなくても行き先は同じなわけですね。で、行き継ぐ先は同じというわけです。行き先は初期分布に割らずに何か分散 1-a 色の b 字を、平均0の正規分布に従っていると。で、ちょっと話が前後しちゃいましたけど、この場合は分散が小さい場合から出発してどんどん分布が広がっていく拡散過程の絵を描いています。あの、まあ、イメージですが、拡散っていうとこんなイメージですよね。あのなんか前にも描いた気がしますが、なんかこうインクを垂らしてですね、だんだん広がっていくと、そんなような、ものに対応しています。拡散する物事がどんどん分からなくなっていくんですね。どこにいるか分からなくなっていく、そういう過程が拡散過程です。で、その拡散っていうのは、まあ、あらゆるところにあって、でそれをあ の典型例がこの、ガウス分布です。で、一方で、例えば問いの、42番あの収縮過程、これも42に読み上げますと、今のこの場合は分散が、時刻 n-1 における分散が時刻 n における分散よりも小さくなる、まあ、大きくなる、そういう条件ですね。どん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 分散が広がっていく、そういう拡散過程
の条件がまあまああったわけですが、それに対応する場合を書いたわけですが、一般の就職過程っていうのがあります。つまり何かの物事が分かっていくんですね。普通なんかこういう揺らぎなり何なりってどんどん広がっていって分かんなくなってエントロピーが増大していくっていう、エントロピー増大っていうのが普通の、理解ですよね。拡散する、物事が分からなくなっていくっていうのが普通の場合ですが、収縮する場合もあります。これ分散が前の時刻よりも小さくなるわけです。どん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 何か分布がシューッとこうなんかある特定できるところに収束していく、そういう場合があるわけです。収縮過程で、これがどんな場合に起こりますかと、その収縮する物事が分かっていく、エントロピーが減っていくっていうのは一体何なのか、でそれを考えてみるっていうのが問42です。で、収縮過程、物事が分かっていく、でこれセクション6につながってきます。情報が得られているってことですね。情報がどん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 得られているので物事が分かってくって、エントロピーが減っていくっていうのがその背景になります。でそれはセクション6につながっているところで、すみません、もうぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、セクション6につながっていきます。セクション6では情報を得ること、エントロピーが減ること、物事が収縮していくことなんてことを扱っていきたいと思います。それでは今日はこれで終わります。